任せてくれ。はい、任せてくれ。こりゃ滝が凍ってるぞ。カチカチに凍ってて攻撃したとしてもびくともしない感じね。さっき見つけたアイテム、あれを試してみてもいいかな。試してみる価値はありそうだな。なるほど、試してみるか。クライン、よっしゃ、この熱いのを投げ込んでみるぜ。それじゃあ行くぞ。はい、せい。ああ、滝がものすごい勢いで溶けてるよ。やっぱり滝を溶かすためのアイテムだったんだね。見て、滝の裏に遺跡があるよ。ああ、行ってみるか。調子で行こうぜ。
はい、任せてくれ。近づいてくるぞ。もしかしてそれってスメラギたちが追いついてきているらしい。スメラギ、スプリガンのキリト、なかなかやるようだな貴様らも。また会えたな、キリト君。今はダンジョン攻略中だぞ。今はどちらが先にこのダンジョンを攻略できるか。だけどさ、目の前に強いプレイヤーがいるんだぜ。戦いたくなるのは当然じゃないか。わからんやつだ。そんなに戦いたいのなら。これで決めてやるぞ。甘いぜ、これで決めてやる。マナーが切れたのか。甘いぜ。なかなか腕が立つようだな。まだ決着はつい。その実力と気概は認めてやる。だが今だけど、さっきも言ったが、ダンジョン攻略で我々と勝負すればいいだろう。キリタ君。ん、お前は。え、あ、いや、参ったな。どういうことだ。レインはシャムロックの奴らと知り合いなのか。それに嘘つきって。なるほどな、お前がこいつらを手引きしていたということか。どういうことだ、レイン。少し前、彼女は嘘をついてメンバーを騙し、シャムロックに加入した。だがギルド脱退後も、登録解除までのタイムラグを利用して、情報を得ていたというわけだ。いやいや、バレちゃ仕方ないね。レイン。ごめんね、キリト君。攻略合戦に水を差しちゃってさ。まあ姑息ではあるが、これも攻略し潜り込まれた俺たちに落ち度があったのも事実だろう。言いたいことは分かった。俺たちは一旦この場を引くことにする。
だからレインに関しては見逃してもらえないか。見逃すも何もない。さっきから俺はこういうやり方もありだと認めている。だが貴様が勝負を投げるのなら仕方ない。これさあ、用が終わったならさあレイン、一緒に行こう。みんな今話した通りだ。だからみんなも許してやってくれないか。私は納得できないわ。シノ、いくら相手が許してくれたとしても、そこまでした理由は何だったのか知る必要があるでしょう。まずそれを教えなさいよ。それを、待ってくれシノ。せっかくあの世界から抜け出せて、こうしてみんなで仲良く、今度こそ本当に楽しくゲームが遊べるって思ってたのに、私は変なしこりを抱えたままプレイはしたくないわ。ごめんなさい。私が悪かったの。もう私みんなの周りをうろちょろしないから。だからこれ以上お友達同士で喧嘩をするのはごめん。私はレイン、ちょっと席を外してくれないか。うん。みんな気を悪くさせちゃったな。俺からでも、俺はレインを信じる。あいつには何か事情があるんだ。別にシノンさんに賛同するわけじゃねえけどよ、どんな事情があったとしてもギルドの内部情報を勝手に使うのはモラルに欠けるんじゃねえか。確かにレインが嘘をついてシャムロックに入ろうとしたのは事実みたいだけど、俺は当時のギルド登録データを使って内部情報を入手していたというのは何かの勘違いで、実は違うんじゃないかと思ってる。え？はい、私もそう思います。ギルド脱退後は登録…それなのにレインは否定しなかった。きっとお面をかぶってでも何かを隠し通したかったに違いないんだ。じゃあどうしてシャムロックの情報を。そもそも…それはわからない。でもあいつにとってはすごく大切な何かで。みんな冷静になりましょう。私たちはあの SAO 事件を乗り越えてきたのよ。それに比べればこんな問題大したことないでしょ。まあそうかもな。もちしない。そんな顔しないでよキリト。私はこの世界で楽しく遊びたかったから、それが壊されるんじゃないかって少し不安に思っただけ。みんなありがとう。レインのことは少し俺に任せてくれ。きっとあいつには何か目的があるんだ。わかった、キリト君に任せるよ。私たちは今まで通りスバルトエリアの攻略を進めよう。そうね。へえ、そんなものがあるの？そうなんですよ。あくまでも噂なんですけどね。二人とも何話してるんだ？あ、キリト君。キリトさん、ちょうどよかった。今シリカちゃんから開かずの扉の話を聞いてたんだ。開かずの扉？聞いたことないな。はい、それじゃあお話ししますね。実は先日氷山地帯で氷に閉ざされた扉が発見されたそうなんです。周りに強い敵がいるわけではないので、扉まで行くこと自体は難く、どうしてもその氷を溶かす方法がわからないみたいで。へえ、扉の先は前人未到のエリアか。キリト君ったら嬉しそうな顔しちゃって。 あれそんな顔してたか。新しい攻略には目がないですもんね。
キリトさん。そうだ、せっかくだしこれからその扉を調べに行かない？ああ、いいですね。お二人がお暇ならぜひ。もちろんいいよ。それじゃあ早速。そうしよう。楽しみだね。さて、問題の扉の前まで来たわけだが、確かに力ずくでどうにかできるものじゃない？そうだね、何か仕掛けがあるって考えてまず間違いはないと思うけど、少し調べてみましょうか。ああ、そうしよう。あ、何か見つけたか？二人とも見て、この扉よく見たら表面に何か書いてあるみたい。あ、本当ですね。氷のせいでかなり見づらい。それがこの扉を開けるヒントでまず間違いなさそうだな。どれどれ。妖精族のカイナを広げの思いし心ささやけば扉開かれん。肝心なところがわからないね。何を示してるのかな。これだけじゃ情報が足りないな。何か他に手がかりがあればいいんだが。いえ、私なんとなく分かった気がします。え、シリカちゃん本当に？これは多分、抱き合って思いの竹をささやけば扉が開くってことなんじゃないでしょうか。いや、シリカ、それはさすがにないんじゃないか。そうだよ、シリカちゃん。確かにそんな言葉のかけらはあるけど、そのままの意味じゃない気がするな。そうでしょうか。でも、試す価値はあると思います。本当の気持ちをささやく。それができるプレイヤーがいなくて、今まで扉は開かれなかった。そう考えることはできないでしょうか。まあ、試す価値がないでもないか。それじゃあ、試しにやってみるか。はい、やってみましょう。とは言っても、どんなことを言えばいいのかな。思いし心ですから、相手を思う気持ちがあればどんなささやきでもいいんじゃないでしょうか。あの、もしよければ私からキリトさんへの思いで試させてもらえませんか。タイはないんです。もちろんキリトさんにはアスナさんがいるっていうのは分かってますよ。シリカ、やだな、何言ってるの。でも私もキリトさんにはいつもお世話になってて、感謝の気持ちは本物だから、お願いです、やらせてください。もうシリカちゃんたら、分かったよ。うん、そんな風に言われたら断れないよ。ありがとうございます。シリカちゃんの気持ちちゃんと受け止めてあげないとダメだからね。ああ、分かってる。それじゃあ、おいで。あ、はい。キリトさん、いつも私たちのこと守ってくれてありがとうございます。私もこれからも一生懸命キリトさんのお役に立ちますから。だからこれからもたくさん一緒に冒険してくださいね。ありがとうシリカ。俺もシリカがいてくれていつも助かってるよ。これからもよろしくな。何も起きないみたいね。そうみたいだな。シリカ？ごめんなさい、いつまでもくっついたままで。やっぱり私じゃダメみたいですね。
そもそもの条件が違うんじゃないか。いえ、まだわかりません。思いの丈が足りなかったのかも。そうだ、お互いを思い合う気持ち、わかりました。ここはキリトさんとアスナさんの愛の力じゃないと開かないですよ、きっと。愛の力？そうです、それが分かれば善は急げですよ。どうぞ。シリカ、本当にこれで扉が開くのか？きっと開きますよ、お二人ほど素敵なカップルはいませんもん。私後ろを向いてますから。そうだね、分かった。シリカちゃんが頑張ってくれたのにここで諦めちゃダメだよね。キリト君、行くよ。仕方ない、分かった、やろ。キリト君、愛してます。これからもずっとキリト君の隣にいたいな。俺もだよ、アスナ。これからも絶対手を離さないから。キリト君。やっぱり何も起こらないね。そうだな。ほらシリカ、やっぱり条件が違うんだよ。こんなにロマンティックなお二人のささやきでも扉が開かないなんて。シリカちゃん、顔真っ赤よ。アスナさんも真っ赤です。自分で告白するのも。俺も久々に精神力を削られた気持ちだよ。なんだか疲れたな。今日のところは一度町に戻らないか。うん、そうだね、そうしよう。わかりました、そうし。ねえねえ、キリト君、シリカちゃん、見てこれ。 MMO トゥモロー？ ALO の攻略記事か。どれどれ。やっぱりあれ、全然違う条件があったみたいでね。なるほど。あの扉のすぐそばに雪に埋もれた妖精のレリーフがあったみたいだな。そうなんですか？全然気がつかなかった。クリアされてないクエストだったし、うまく隠されてたのかもしれないね。その妖精のレリーフの手に愛の歌ってアイテムをはめ込めばクリアだったらしい。ささやくのは自分たちの思いじゃなかったみたいだね。だな、なかなかの恥ずかしい体験だったな。ごめんなさい。仕方ないよ、こんなこともあるよね。でも次からは慎重に行こう。そうですね。さ、気を取り直して新しいクエストでも探そうか。はい、そうしましょう。さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。今日は楽しいお祭りだよ。そういえば今日はいろいろな屋台があって面白そうだ。誰か誘ってみようかな。誰を誘うか。ストレア、今時間あるか？キリトだ。どうしたの？デートのお誘いなら大歓迎だよ。いや、お祭りに行こうと思ったから。なんだ、やっぱりデートのキリトから誘ってくれるなんてすごく嬉しいな。そうか、喜んでくれたならよかった。それじゃ着替えてくるからちょっと待っててね。さすがストレア、ちゃんと浴衣を用意してるだなんて。わあ、すごい、いっぱい人がいるね。来
期間限定のイベントだからな。普段は本土側に拠点を置いているプレイヤーたちも集まってきてるみたいだ。ねえねえキリト、お店がたくさんあるよ。見たことないのばっかりだね。あれってあれはお好み焼きだな。日本のお祭りでは定番の食べ物だよ。世界観的にはどうかと思うけど、それを言い出したら SAO にもラーメンみたいなものがあったしな。細かいことは気にしない。そうだな、そもそも浴衣があるくらいだし。あ、あれは？あ、そこにあるのも気になるな。ああ、あれは。ねえねえキリト、向こうの方にあるやつは？あっちに見えるのは何だろう。なんだか面白そうだよ。そんなに一度に聞かれても答えられないぞ。とりあえず屋台を一軒ずつ回ろうか。うん、キリト、エスコートよろしくね。ストレア、両手にそんなに抱えて全部食べるのか？どれも美味しいんだもん。あ、キリト、あれは何？また何か見つけたのか？あれはリンゴ飴だな。懐かしいな。昔はお祭りに来るとすぐがよく食べてたっけ。へえ、リンゴ飴って言うんだ。ねえキリト、これも買って。ちゃんと全部食べろよ。はーい、店主さん、リンゴ飴一つちょうだい。はい、300ユルドです。しょうがないな。ほらストレア、落とさないように気をつけて持つんだぞ。わーい、ありがとうキリト。うん、甘くて美味しい。お祭りは美味しいものがいっぱいだね。ああ、そうだな。現実のお祭りをそっくりそのまま移動させたみたいだよ。私はキリトたちがいつも言ってるリアルの情報はよく調べてるんだ。でも実際に見たり感じたりすることはできないから、お祭りに来られてすごく嬉しいんだよ。そっか、やっぱりストレアを誘ってよかった。私もキリトと来られてよかったな。お？どうしたんだ？ん？おかしいな、全然なくならないよ。ストレア、もしかしてリンゴ飴をずっと舐めてるのか？飴って舐めてると小さくなっていくものだよね。リンゴ飴は名前に飴ってついてるけど、周りを飴でコーティングしてるだけで、中身は生のリンゴなんだ。そうだったんだ。道理でなくならないわけだね。ストレアにとってはここにあるもの全部が未知の体験だもんな。はあ、お腹いっぱいになっちゃった。もう食べられないや。やっぱり何も考えずにあれこれ頼むからだろ。じゃあこのリンゴ飴はキリトにあげるね。ストレアが今まで食べてたやつとか。うん、捨てるのもったいないじゃない。さっきから私ばっかり食べてて、キリトはお腹空いてるでしょ。確かにお腹は空いてるけど。じゃあちょうどいいじゃない。はい。ありがとう。ストレアは悪意がない分断りづらいな。まあ何にせよ喜んでくれてよかった。お祭りイベントの終わりまでまだ時間。誰を誘うか。フィリア、ちょっといいか？どうしたの？
もし暇なら一緒にお祭りに行かないか。え、私？キリトと二人で？そのつもりだけど、誰か誘おうか。今からメッセ飛ばせば。ううん、いいよ二人で。ただまさかキリトが誘ってくれるとは思わなかっただけだよ。そうか。すぐ浴衣に着替えてくるからちょっと待っててね。さすがはトレジャーハンター、期間限定アイテムの浴衣も。とうに、ほら見て、綿飴とかき氷があるよ。なかなか本格的だな。あれってイカ焼きじゃない？こんなのまであるんだ。フィリア、うん、せっかくだしどのくらい味が再現されてるのか実際に食べてみよう。一つください。300ユルドです。ありがとうございます。ほら、落とさないようにな。ありがとう。それじゃあいただきます。あん、イカ焼きの味がするのか。うん、リアルと同じだよ。こんなにちゃんと再現されてるとは思わなかったな。足も食べてみようっと。はん、うん、どうしたんだフィリア。うん、ああ、イカが噛み切れなかったのか。違う。このイカ、まだ生きてるじゃないか。うん、ほんで、俺が取るの。うん、女の子の口の中。ああ、おい、わかった、今取るか。くそ、なんて吸着。うん、もう少しだからじっとし、よし、取れた。うわ、ひどい目に遭った。もう、このイカ焼き、ただのイカじゃなくてイカ型のモンスターだったみたいだな。うん、表面は焦げてるのに、なんて生命力なの。っていうか、なんでお祭りでこんなの売ってるのよ。ほら、串が刺さったまま地上を走って逃げていくぞ。シュールすぎる光景ね。追いかけるか。いいわよ、もう。それより、まさかキリトにあんな姿を晒す羽目になるとは思わなかった。俺もまさか人の口の中に指を突っ込むことになるとは思わなかったよ。うん、でもありがとう、助かったわ。まあ、ちゃんと取れてよかったな。このまま取れなかったらイカを口から垂らしたまま冒険することになるかもしれなかったからな。もう、人がちゃんとお礼言ってるのに。ごめん。まあいいわ、まだ回ってない屋台もたくさんあるし、次行きましょう。早くしないとお祭りが終わっちゃうしね。キリト、早く行こう。なあ、お祭りイベントの終わりまでまだ時間があるな。疲れたし、また今度でいいか。何か欲しいものがいつでも来い。あら、今日はどうしたの？他にやりたいことはある？他にやりたい、いつでもいらっしゃいね。
気を取り直して中途半端で帰ってきちまった滝の裏の遺跡から攻略再開ってことだな。ああ、まずはあそこを攻略しないと先に進めないだろうからな。レインもよろしくな。うん。任せてくれ。
これで決めてやる。やこれならやっこれで決める。これならこれで決める。これで決める。はい、任せてくれ。やっはい、回復するぜ。やっじゃあこれは、これで決めてやる。さすがだね。これで決めてやる。これで決めてやる。これで決めてやる。このじゃあこれで決めてやる。しまった。何のこれで決めてやる。じゃあこれで決める。じゃあこれで決めてやる。任せてくれ。これで決める。この先に進むとボスがいるはずだ。シャムロックに遅れは取りたくない。このままボスに挑もう。分かったわ、頑張ろうね。みんな、こいつを倒せばクエストクリアだ。一気に行くぞ。みんな、頑張ろうね。これならまだまだ余裕ね。あんまり無理してくれない。助かったよ。これで決めてやる。これでいいわ。これで決めてやる。これで決めてやる。やっ
これで決めてやる。やあ、これで決めてやる。大丈夫、かすり傷よ。これだ。サンキューな。これで決めてやる。かすり傷だぜ。頑張って。任せてくれ。なかなかやるわね。このままじゃまずいわね。アスナ、無理しちゃダメだよ。助かったよ。助かったよ。助かったよ。これで決めてやる。これで決めてやる。これで決めてやる。だけはしないでくれよ。パパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。任せてくれ。これで決めてやる。これにするね。これなら
だ大丈夫。アスナちゃん、アスナ大丈夫か。やっ、相手力が戻ってきたよ。これで決めてやる。これでリーダー、今のうちに攻撃して。やー、これで決めてやる。これで決め。パパ、敵の体力が残り少しです。こんな飛ばしすぎた。えい、なかなかやるわ。ちょっと危ないかな。アスナ大丈夫？これで決めてやる。元気になったよ。これで決めてやる。このアイテムは風の魔法装置起動で使ったものに似ているな。あの紋章ね。キリト君、これがコード制限解除キーになるのかな。装置というと、この島の中央にも謎の…任せてくれ。そんな、なんだ。
だな。任せてくれ。飛ばしすぎたな。はい。よかったらご覧になってみませんか？早かったですね。お疲れ様です。またいつでも来てくださいね。どうしたの？また来て。何か買うのか？
いらないアイテムどんどん買い取るぜ。他の品も見ていってくれ。他にはいつでも来いよ。何か欲しいものがあるのか？ありがとうな。他には何かあるか？毎度あり！毎度あり！他にはいつでも来いよ。